えプロ野球の新庄選手がですね、北海道でプロ野球球団の監督になり、いろんな話題を巻き起こしていますけども、今度はね、NFT 事業ですよね。NFT を利用することによって、今後はいろんなスポーツマンやアスリートの、まあ、発展とか育成に努めたいということで、事業を華々しく開始しております。記事はちょっと古いんですが、3月22日の記事になってますね。 今が8月の23日ですから、もう5ヶ月ほど前にここまでの動きをしてるってことになります。ちょっと軽くなぞってみましょう。えー、メタオールスターズサービス開始。スポーツ領域で活躍するオールスターたちの NFT 商品を企画プロデュース。日本初世界標準アスリート特化型 NFT マーケットプレイス。ということで、えー、新庄選手、NFT というものをね、利用して、 えー、こういった事業を始めていくということで、まあ何でもかんでもね、挑戦しますね。で、えー、この放送を聞いていらっしゃる方ならお分かりだと思いますけども、私の方からもね、えー、この新庄選手と同じではないんですけども、NFT を使ったあクリエイティビティ、こういったものの流通、ビジネス、こういったものを始めていくわけなんですが、一部の方はね、もうご存知の通り、えー、マイケル・ジャクソンの NFT アート、こちらの方が、マイケル・ジャクソン財団の提携のもと、 独占販売ということになると思います。まあ、独占といってもね、他のところもやってくると思いますんで、別に、ええー、まあ、私が関わっているところだけが、それができるように、今後もなるかどうかはまだわかりませんけどね。まあ、でも、NFT アートっていうのがどういうふうに動いていくかってことを、この新庄選手の、ね、ええー、ビジネスをもとに、いろいろと考えていくことができるんじゃないかなと思って、今回取り上げさせてもらいました。メタオールスターズ。 とといううこででやるそうですよ NFT 事業メタオールスターズはスポーツ領域で活躍するうんぬんと先ほど書いてましたけども本サービスにおいてはアスリートの伝説的なメモリアルシーンの画像動画アスリートの語録またアスリートのさまざまなクリエイターコラボによるアートシリーズなどを NFT コンテンツとして提供するということですね。まあ、今までは 記事とかね、雑誌の、それから動画とかっていうのが多かったと思います。そこに著作権をかけたわけなんですけども、えー、今回はですね、NFT という裏付けをつけて、それを流通させていくってことです。まあ、ですんで NFT 付きの、そういった動画画画像記事などは、購入した瞬間に今度は自分のものになるってことなんでね、今までとちょっと違った重みを取るのかなと思いますが、そんなもん別に誰のもんでもいいよっていうね、そんな感情も、 他では動くのかなと思いますそれがどうなるかってことが NFT 事業に参加するまあ醍醐味といいますかあ基地と出るか京都出るかってところになると思いますねはいここにはねザ・グラフィックスとしてアスリートの伝説的なメモリアルシーンなどのグラフィックシリーズとええーね、これなんていうのクォーターズアスリートの名言、えー、格言など言葉をベースとしたデザインシリーズとその他こういうふうなね5つの商品を打ち出していくんだよってことで、えー、新庄選手がメタオールスターズを サービス概要としていま,すまああのー、私たちの関わるプリンシーデジアートも同じような形で商品群としてはこの5つになるんじゃないかなと思いますよね。ま,あ、まずはバイケル・ジャクソンの NFT アートになりますけどもやっぱりね音楽も出てくると思いますしねそのほか考え得る限りのコンテンツが NFT 付けで出てくるんじゃないかなと思います。 で、このメタオールスターズという会社は、当然プリンシーデジャートと違うわけなんですけども、こちらの強みっていうのはね、こちらに書いてます。うん。えっ、ー、と、一つ目は、アスリート、えー、オリエンティッド、うん。我々メタオールスターズは、スポーツエンターテイメント領域で活躍するすべてのオールスター、一人一人の魅力を様々な形で NFT に凝縮し、その価値を余すことなく伝えていくということですね。これが一つ目の強み。えー、はっきり言って何のことかわかんないですね、これはね。 これがなんで強みになるんだろうと思ってます、私は。うん。で、えー、自社マーケットプレイス、コミュニケーションプラットフォーム。まあ、要するに NFT 商品の流通をしますよってことなんでしょうね。これは今後いろんなところでマーケットプレイスできていくんじゃないですかね。はい。えで、メタオールスターズの第1段階の商品販売ですけども、グラフィックと名言とポートレートっていうのがあるそうです。例えばこんな感じです。 一番左にグラフィックスってありますこれがね NFT 好きでビッグボスの新庄選手のが販売されるということですね次はこの自分に勝てれば誰に負けてもいいんだよというふうな名言をねこれから流通させていくってことらしいんですけども、まあ、この言葉は別にね勝手にあちこちで文章や動画で使う人出てくると思いますんで、えー、これ NFT をつけたからといってどうなるんだろうっていうところが私もねこれから見ていきたいところですねそれからポートレイト、うん、まあかっこいいですよね これはやっぱり著作権を確定したポスターか創作物みたいなのを限定販売していって流通させるってことなんですかねまあこういったものは欲しがる人いるでしょうねうんまあどういう価値がつくのか全くわかりませんけどもね、えー、乗るか反るかでございますでメタオルスターズの今後の展開っていうこともここに書いてますけども 買うことができる、売ることができる、交換できる、ミニゲーム、うん、それから会話チャット機能みたいなプラットフォームの完成を目指しているってことなんで、まあ、SNS じゃないかって感じですけどもね。はい。で、メタオールスターズのサービス概要がその他にもこのようにありますんで、まとめてますんでね。えー、NFT のお最低価格は3000円からって書いてますよね。マイケル・ジャクソンが2200円と聞いてますから、ああ、数千円から始まるんだなってことですね。あとは市場がどんな価値をつけるのか。 ね、あのツイッター社の最初のツイートがね3億円とかだったでしょあんなことも起きるわけですよ誰が買ったのかなと思っちゃうんですけどね誰がお金出したんだろうみたいなまあいきなり3億円だったわけじゃなくて値段が徐々に上がっていって3億円に今到達してるってことだと思いますんで値段は上下しますんでバブルの時代の有名な絵画とかも今はね二色三文だったりしますんでそういったあのなんていうの骨董品とか芸術品とかを NFT 付けにしたっていう感じですかね はい。今後も注目でございます。はい。ありがとうございました。